足手まといって本気か？お前はデルタに見えない。なら通訳は？アラビア語も話せないくせに。話しても無駄か。これはもう決まったことだ。お前はフェリックスとウッズと一緒にここにいろ。こいつはもう解析しただろう。ただ待ってるなんてごめんだ。出かけてくる。マーシャル急にどうしたの？セブを後でまといだとか、今まで一緒に仕事してきたじゃねえか。それで全部か。アラウィーの遺言は？これが俺のやり方だ。もっと大人になれ。はぁ？話してくれ。アラウィーはパンテオンがイラクにいると知っていた。フセインと技術交流していたんだ。パンテオンは極秘の施設を、フセインは実験兵器を手に入れる。アラウィーは兵器を知らなかったんだろう？ああ、クレードルという名以外は。クレードル、クレードルか。クレードルにあるのか。おそらくな。アラウィーは宮殿に輸送中だと言っていた。その地下のバンカーでテストをしている。フセインは世界的な宮殿のコレクターだ。この地図の範囲だけでもたくさんある。アラウィー、いや、ちょ、多くね。たくさんどころじゃなかったわ。絞られたわ。なら早速見に行こう。計画が固まり次第出発だ。解散。時は金なり。しれっとタバコパクってくなよ、バカ野郎。なるほど。お前はこんなまずいの吸わないしな。贅沢は敵だぜ。ま、今は節約しなきゃならんしな。いいな、こいつらの中旧友というか昔の戦友感がかっこいいです。お前なりのやり方で俺たちをここに招いたのはわかる。どうせ不法占拠だろうが、どうでもいいさ。つまり？俺が言いたいのは、ここにいるのは俺が集めたチームだってことだ。お前は俺たちがいなきゃ困るだろ。別にこっちはお前をブラックサイトに送り返したっていいんだ。でも俺たちだってアドラーがいないと話進まないっすよ。お前の評判は聞いてるが、ひどいものもあるんだぞ。マーシャル、好きにすればいい。だが俺を信用した方がお前たちのためだ。考えておく。おっと、喧嘩か？ワクワクするな。審判をやってやろうか。お前いつの間にまた変装してる。変装好きすぎだろ。報酬はまだかよ。上に隠しておいたんだが、不在中に泥棒に取られたようだ。ああ、ちょっと借りたんだ。言うのを忘れてた。驚いたか？俺たちが勝手に使っちゃったんだ。向かい合う必要があるな。イラクで楽しもうぜ。今楽しめや。そう思う。わざわざイラクで喧嘩すんなよ。刹那の二択迫られちゃうよ。さて話そうか。何を話すってんだよ。マーシャルはいいやつだ。ウッズはあんたに大きな信頼をしていた。先週イラクで一体何をしてたんだ。マーシャルはいいやつだぜ。死んでいったオペレーターたちもそうだったが、寛大な心が重荷になる。どうやってパンティオンを見つけた？え？おお、なんか選択できんかった一瞬。ジェイソン・ハドソン、誰だよ。犠牲者の一人だ。死ぬ数週間前、ハドソンから CIA に潜入した組織の噂を聞いた。それが奴らさ。ほう？パンティオンが何か知っているか。外国籍の人員もいるかもしれないが、仕切っているのはアメリカ人だ。おそらく軍や諜報機関の出身者だろう。ほう。全員アメリカ式の訓練を受け、英語を話す。こちらの考え方を知っているんだ。それはかなりの脅威と言える。ウッズはあんたに大きな信頼を寄せてた。ウッズが歩けなくなったのは俺のせいだという噂があった。パナマの任務の失敗は俺の責任で、ハドソンとメイソンは殺され、ウッズが負傷したと。でたらめだ。でたらめだと？俺はあいつに何も言わず、町を離れた。巻き込まれるより俺を憎んでくれた方がマシだと思ったからだ。そうだな、あいつは賭けに出た。ギリがたいんだ。なんかここ熱い友情がある雰囲気だね。濡れ衣を着せられたから逃げたのか。去年の3月、誰かが送金文書を捏造した。麻薬王メネンデスから俺の口座への送金記録だ。あら、それはもう逃げられないね。俺はもうこの事実を知り、ラングレーには戻らなかった。先週イラクで一体何をしてたんだ。アラビーとは年初から連絡を取っていた。奴はイラクを出る協力者を探していたんだ。ほう。国防大臣としての奴の価値は高いと知ってたんだろう。多国籍軍の攻撃後、奴の予定は変わってしまった。
ヨーロッパ経由で奴を逃がす手はずだったんだが、計画を知っていたのは俺だけじゃなかったようだ。アラウィってこいつがぶっ殺した奴だよね。またな。またな。アドラーとは長い付き合いだ。20年もすればあいつの良さがわかる。でもなんか前作やってるとさ、その前回の BOCW やってるとさ、なんかアドラーグロいエグいやつっていう印象しかないんだよな。ようケース、アドラーのことだが、アドラーは誰もが無条件で奴に従うと思ってる。俺には説明が必要だ。ほう？あの猫はかなり物知りだ。こいつあれだわ、計画が治ってる。回復早いね。アドラーは信頼できないと。噂は聞いてるだろ、アドラーは山火事だ。仕事の邪魔になるものは何でも燃やす。山火事だ。言いなりになったりしない。パンテオンの剣に終止符を打ち、ここから生還するんだ。ほう？彼を逃すのにだいぶ危険を犯した。まったくだ。ウッズはこの剣で金を使い果たしたが、とんでもないものを暴いたんだ。ほう？調子はどうだ？この仕事をしてるといろんな組織を敵に回すが、CIA とはな。俺はこの国に人生を捧げてきた。可能性を信じてたんだ。こうなった今でもな。この状況が元に戻ると思うか？救出任務の後か。さあな。特にお咎めもないようだ。今まで通りさ。国に尽くして国から狙われて、お前散々な人生ですね。リビングストーンがパンティオンの黒幕なのか？去年あいつは CIA の古株を探ってた。パナマの件も疑っていたのかもな。アドラーじゃないなら誰かがそう見えるように工作したんだろう。わからないな。どうも腑に落ちない。はあ。いいだろう。いや何がいいんだよお前。こいつとの会話はつい。セバティ、この辺りの夜遊びの相手はフクロウとジャッカルぐらいだ。はあ？どういう意味？失礼するよケース。他の連中と違って私は今とても忙しいんだ。ちょっと嫌みったらしい言い方やめてくださいよ。退屈してるのか？これ耐久力絶対欲しいよね。とアーマー自動回収のやつ、これだ、マグネッツ。自動回復も早くするの、これありがたいな。つか待って、今見たらあれだわ、これ一箇所アクセスしたら他のパークも全部買えるわ。あー、ブラックライトだ。ブラックライトここで手に入るんか。 5PE どういうこと？これピアノのヒントがこれのどっかしらにあるってことだよな。あの 5PE がめっちゃ気にはなるか。は？足音ここで止まってるよな。え、どういうこと？なんかこっから先何もヒントがないんだけど。なんかこの謎解きのやつよくわかんねえし、次のミッション行くか。次は、両兵参戦、砂漠の宮殿の下で、兵器の検証実験をしたい奴なんて誰がいる？サダム・フセインだ。俺たちはデルタ・フォースの工作員を装って急行し、最新情報が何かを確かめるつもりだ。サダムの宮殿への立ち入りと引き換えに、イラクで SA、サスに協力しろ。ほう。目標の邸宅はイラク西部にある。シリア砂漠だ。シリア砂漠。砂漠の嵐作戦。多国籍軍はサダム・フセインに対する作戦を開始した。現在可能な限りの戦略目標を空から破壊している。空から破壊。計画は破壊されていないが、それも時間の問題だ。イギリスの SAS が地上でスカットランチャーを潰して邸宅への大規模な空爆を計画している。ほう。それを止めるぞ。パンテオンが邸宅の地下に何を隠しているかわからないんだ。破壊されれば手がかりも消える。なるほど、手がかりのためにパンテオンを守るってことか。を頼んだが、 SAS の空爆を遅らせる代わりに見返りを要求してきた。古い知り合い、どんだけ権力持ってんだよ。ヘレンパークに前線へ連れて行ってもらう。まずはスカットランチャーの破壊に協力するんだ。それが済んだら邸宅に入る。アドラーの人脈どないなってんのこれ。首、生首。どういうこと？破壊を絶望している。イラクは発射体制を整えているみたい。ジャッカル2は艦長を破壊するぞ。第一隊との側面へ回る。おいパーク、
このヤンキーどもの立つのを離すなよ。ヤンキーどもだとよ。スカットだ、発射されてる。スカットサイトはまだ遠い。急げないの。急げないのって、お前車には限界があるでしょうがよ。おい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 俺撃つ必要あったか。ちょ運転荒いよ。いつの間に降りた、いつの間に降りた。リロード押して、リロード高速化もつけときゃよかったかな。なんかあれ護衛対象みたいな、いなかった今。アラドウェアだ。おいおい、イラク軍がよ、正規軍にかなうと思ってんのかよ。なんか CW ん MW シリーズはだいたいイラク軍と協力するのに、 BO シリーズはイラク軍と敵になっちゃったんだな。この GPR91、 これ結構なんか撃ってる感覚好きかもな。片付けて。上？箱の後ろ？どういうこと？こっち側？いや、いないよな。上ってどこっすか？すいません、上ってどこっすか？弾薬はまあ十分か。その戦車パクっていこうぜ。俺たち戦車乗っていこうぜ。クリアだ！ジャッカルワンワン、なんかちょっと言い方絶妙にダサいな。あ、何？行きましょう。打ち上げようとしてる。おい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 、なんで敵を打ち上げるのがそんな呪いんだよ。もっとチャカチャカチャ打たんかい。痛い痛いわね。あの上にいるのは味方たちかな。そうだよね、下のやつらをみんなで打ち合ってるから上にいるのは味方だよね。味方多いね。ちょっと遠すぎるな。敵のトラック、つまり増援ってこと、あれか。うわー、おい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 、味方の敵のトラックに対してなんとも派手なロケラン装置ですね。爆薬仕掛けるってよ。ちょ、 AK あんじゃん。 AK じゃなかった、これこっちだ。 AK もらっていこうぜ。あ、え、ちょ、これ1個でいいのかい？ほい。あれ？こうだよね。OKOKOK。破壊できた？できた？できたよね？よくやった。よく聞け。リチャード、好きな。このゴミを片付けて積みに下ろせ。ほう？ここに拠点を構えるぞ。え？こんなところに隊長、上から狙われたらたまったもんじゃないですよ。この後も頼むぜ。隊長、こんなところで拠点は危ないですって。今俺たちがやってると同じことやられちゃいますよ。ここが同盟の作戦基地になるわ。へえ。あなたにタックマップを任せるわ。本当にいいのかお前。なんでさ、この外部から雇った雇われ傭兵にタックマップ預けんの。目的の追跡ファストトラベル、エリア内での移動が可能。広範囲を調べなきゃならないから役に立つ。広くない？スカートサイトはあと3機。油断しないで。他にも何か見つかるかもしれない。結構広いね。この3箇所全部やんなきゃいけねえってことでしょ？で、ここの、なんか、謎にあるこいつらは、よくわからんと。スカートを破壊すれば、宮殿への侵入を手伝ってもらえる約束でしょ？グラドニーが約束を守る男だといいけど。グラドニーって誰だよ。彼と話してみて。グラドニーはここで SAS の拠点を管理する。準備ができたらあなたが指揮を取って。なんでさ、雇われ傭兵に指揮を任せるんだよお前。絶対アホだって。グラドニー、ドイツだよ。グラドニー、さっきの隊長か。一刻も早く宮殿に向かいたい。そんなに宮殿に行きたいか。俺だったらとっくにさらちにしてやってるが、そうなっていないのはパークのおかげだ。実に興味深いな。パーク一体何者なんだよ。チームへの支援に感謝している。ああ、残りのスカッド狩りに協力してくれればそっちの要望にも応えよう。 SAS からの航空支援は無理だ。地対空ミサイルがワンサとあるからな。あらららら、デルタフォースが撃墜されたって報告が入ってきたぞ。俺たちにもヘリはあるが、この地域のサムサイトを無効にする方法を見つけないと飛ばすのは無理。すごいね、対空砲ってちゃんと活躍するんだね。敵について他に知っておくべきことは。野営地を構えてる。
ミサイルの越境攻撃と関係があるようだ。ほう。報告によると変わった部隊が八重地に駐留してるようだ。変わった部隊、そのパンテオンのアメリカ国籍じゃないやつら的な話なのかな。補給品や装備は足りてるか。しない方がいい。司令部からサプライドロップが送られてきたが回収はできなかった。できなかった。もし見つけたら使っていい。なんで回収してるんだ。物資を無駄にしないで。スカッドの居場所について知っていることは。セクター789のスカッドはジャッカル1が偵察してる。残りは任せたぞ。789は偵察済みと。だがまだ戻ってきていないようだ。もしあったら新たな情報を得られるだろう。ほう。この場所にデルタフォースが。お前の同胞だろ。いるにはいるが、パーク以外はお前たちのことを知らないようだ。正直なところ俺は任務が完了するなら他のことはどうでもいい。そんなちょっと怪しい奴らを味方にしといて大丈夫なのか。ジャッカルはいつ持ってくる。あいつらの手際次第だろうがな。心配するな。計画通りに行けば宮殿の襲撃までには戻ってくる。ほう、まあ、腕の立つ奴そっちが約束を守ってことか。はあ、もう一度確認したいんだが。あどうしてサムサイトの破壊が重要なんだ。お前たちを支援するヘリが地対空ミサイルを破壊するまで安全に。ここら辺は別に一緒の会話しかないのかな。サスのスカウトがいると言っていたな。探すならスカッド発射場の近くにいるはずだ。ほう。正体不明の敵兵について新たな情報は。もしかしたらイラク軍が傭兵を雇ったのかもな。ほう。何者だろうとそいつらは最近できた八重地と関係があるはずだ。俺なら排除しておく。なんでもない。この人はすぐサーチにさせたがるね。これどうしよっか。どれもこれもやるの。あ、なんかいくつか、はいはいはい、情報が出てきたね。どうしよう。しらみつぶしにつぶしてく。モデル L。 C4 を持っていけ。スカットランチャーをぶっ壊せる。 C4 俺今持ってるよね。持ってる。 OK。 装備を整えたら出発だ。じゃあ行こうぜみんな。まずはこの下のハテナに行こう。弾薬補充。任務について知りたいことがあればグラドニーと話す。自由に探索して任意の目標発見性を発見した戦利品や新エリアはタックマップ上に表示される。へえ。なんかすごいね。ちょっとオープンワールドっぽくなったじゃん急に。だけど別に俺そういうオープンワールド的なやつはそんなに好きではないというと語弊があるけど、別に求めてはないんだな。右から銃声だ。はぁ、地球の向こうだ。用心しろ。救出だってよ。まあ、こっち先か。バロン中佐、何やってんすか。やべえ、これ全部敵だった。全部敵だった。こっち敵でした。痛いよ。味方だよ。待って、痛い、バカ野郎。突っ込みすぎなんだけど。手前のやつは全員味方やろうと思ったら全然敵やったわ。まあ、この中小規模の小さなミッションがこんな無限大にあるって話でしょ。ちょっとめんどくさくはあるね。正直無視しちゃってもいい。まあ、ここら辺でいいかな。もう攻撃を受けている。なんか敵と味方のさ、区別がマジつきにくいんだよな。これ敵？敵か。これは味方だ。なに？俺の AK なんか透明になっちゃったんだけど。俺の AK 透明なんだけど。で、俺の AK が帰ってこない。嘘だろ？何この透明スキン、嫌だ。一体どこから。どうでもいいな。空爆を要請してくれ。端末はヘリの中にある。ほう。ディーゼル2-1が接近する。到着するまで耐えてくれ。到着するまで耐えてくれって言われても痛い。ちょっと俺の武器透明になっちゃいましたから。いや、これマジでアイアンサイトもねえからどこでやってるか分かんねえよ。アーマープレート1枚しか持ってないね。最悪なんだけど。せっかく AK 拾ったのにどうしてこんなことになっちゃったんですか。 OK。 もうこっちのさ GRP しか使えねえわ。航空支援要請しよっか。これ俺が操作するタイプ。ヘルストームかな。
そういうことですわ。スマート誘導ってなんだ、スマート誘導ってなんだ。とりあえずこっちかな。いって、危ねえ、俺自分をやりよった。走れない、走れない、なんで。ちょっと囲まれてるんだな、これ。うん、痛い、やばいよ。これ味方だよね。あ、これん破壊、あ、あれ破壊するあれなんだ。これ普通の銃で撃って効く、効かないね。じゃああれ C4 仕掛けなきゃいけない。ちょ、めんどくさいね。ちょ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 、あ、こっち敵かよ。痛い、クソ、サブ武器が、俺のサブ武器使い物になんねえからよ。それどうしようって感じなんだ。これ車奪ったらできないの。できないんだ。ちょ、サブ武器どっかでなんか別のやつ持ち替えたい。俺の AK 透明すぎるからよ。敵の車両を爆破しないといけないんでしょ。そこに近づくの大変すぎない。ちょ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 、怖い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 。これは敵か。さあだ、ファファー、危ない危ない危ない、よいしょ、爆破、一個爆破。ここ登れないの、この先へ登れろよお前。よいしょ、これも爆破、いってー、オッケー。ディーゼル2は離脱しちゃった。バノンのところに戻ろう。この規模をこの数やんのか、これちょっと面倒だな。よ、大丈夫だったかい。任務はもうダメかと思ったが、ありがとう。デルタの仲間としてサットコムを使ってくれ。サットコムってなんだよ。サットコムってなんすか。空爆か。ああ、そういうことね。ステルスボマーくれたんだ。痛い。あ、自分の車両にファストトラベルもできる、そんなことも可能でしたか。よいしょ。昔を思い出さないか。だってなんかアドラーが感傷に浸っとるわ。ん、誰もいませんか。開けちゃうよ。役に立ちそう。また見つけたら回収を。サテライトドロップを4つ、7つか。よいしょ、プレートが欲しいね。味方の偵察隊がいる。あ、偵察隊ね、はい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 。そいつから情報をいただきたいね。右に敵がいる。ちょっと待って。スカットランチャーを破壊せよ、だってよ。危ないね、危ないね。見つかりたくないね。うわ、サプレッサー欲しいね。いい場所はバレるぞ。3人か。誰か一緒にやってくんないのかな。うわお、あれ偵察隊どこ行った？あれ偵察隊この辺だったよね。あ、いた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 。いや、見えねえよ。よ、情報をよこしな。よく来てくれた。ここから見える情報をシェアしてやろう。シェア、ハッピーシェア。え？あ、そういうこと？地形が明らかになっただけ？地味だねー。あ、ちょ、敵全部教えてくれてる。おい、じゃあサプレッサーも一緒にくれよ、これ。サプレッサーがないとあんまり意味ないよ。でもせっかくなら外からじわじわと潰していきたいよな。えち、あ、音聞こえちゃうんだ。やべ、聞こえてる聞こえてるな。めちゃくちゃバレてるわ。せっかく情報もらったのにこれだよ。銃声でかすぎんだろ。え、当たんない、どうして。え、なんで当たんないの、あれ。なんであいつ当たんなかったの。遠くのやつらも全部丸見えなの、いいね。ペチペチ、生きてる、生きてるか死んでるかの判断が分かりやすいのとってもいいね。この距離でやれちゃうよ。これあれかな、弾の落下はほぼないのかな。さあ、絨毯爆撃とか言っときながら絨毯爆撃じゃないね、これね。ただの
ヘルストームでした。でも これでさ、破壊できるんちゃうの。スカットランチ破壊できたね。じゃあもうここの敵兵士さ、無視でいいよね。オッケーオッケー、無視しよう。で、自分たちの車両は？お、俺たちの車両、これか。あ、戦闘中だから、ファーストトラベルできません。え、ねえ、AK 拾ったらまた透明。あ、半分透明。お？警戒態勢入っちゃったか。警告に川があったなんて信じられない。時は全てを変える。ちょっとかっこいいこと言わないで。そこなんだろうか。オレンジの煙のところにサプライドロップがある。そう、オレンジの煙っつうか、ね、根元しかオレンジじゃないぞ。まあ、一応拾っとくか。お、アーマーと麻酔トラップ、嬉しいね。RCXD もくれたわ。砂漠で任務をしたことは？あるわけねえだろ。砂漠にも、あったわ。ジャングルにも行った。止まれ、前方に遺跡だ。え？あそこにスカットがあるはず。会話の途中で急に、遺跡だ。あ、あそこにもしっかり俺たちの味方がいるじゃないですか。右に敵が複数。デルタ、そっちの姿を確認した。サポートが必要なら言ってくれ。見て、サポートは必要だけど、ちょっと待ってな。サポートもらう前にちょっと敵をぶち殺すからよ。ちょっと待ってくれな。ほら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 、交通事故は危ないですよ。危ないですよ、皆さん。お気をつけてください。車の近寄らないでください。ちょっと痛い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 。無理やりすぎたか。可能な限り近づいたろう思ったけど、先に情報もらえばよかったか、さすがに。うわ、ネームドがいる。だるいね。ね、ネームドじゃねえか。痛い痛い。ちょっとマジで先に情報もらえばよかった。痛い。なんかランチャー持ってるやついる。しっかお前。あ、発射されるパターンとかあんのかよ。RCXD も OK なの？え？ RCXD なんか選択できないんだけど、どうして？しげ、もうあれだわ、 RCXD 選択してるわ。よっこいしょ。さあ行ってくれ。さあ爆速で駆け抜けるしかないよね。よっこいしょ。ずいぶん無理やりだが、まあ許してくれや。痛いよ。誰か助けて。あぶね。あ、危ないね。つかこの AK シート50ラウンドマージンならすっげえありがてえわ。アーベン、ヘイヤー。おおよそ殲滅したかな。戦闘中は解除されてない。痛い。何、スナイパーか。どっから？結構遠いか。あ、そこだ。痛い。ダメだこれ。して、なんだっけ、航空支援、まさかのリチャージ式っていうね。よう、今更なんだけど情報もらってもええか。くれんわ。情報くれねえよこいつ。落ちろ落ちろ。落ちねえ。やっちまった。やえちを破壊しろっていうめっちゃシンプルなあれだったのに、なんかわざわざ敵に気づかれちゃって、なんか味方呼ばれそうな雰囲気なんですけど。嫌だな。しかもトラップとかも仕掛けてくるんだけど、ここの敵。ちょっと待ってくれ。何の音、何の音これ。あー、なんかあれだわ、ここまた体力高いやつがおるな。殲滅したかな。殲滅したっぽいわ。またオレンジのスクリアだ。お、敵が俺たちの位置を狙ってる。サプライドロップ、お前何ドローとしてんねん。俺たちのサプライドロップだよ。てめえらにはやらねえ。用心してただけ。え、分かってたでしょ。アーマープレートくれないの。
やばい、見つかっちゃった。もう殺すしかなくなっちゃったよ。破壊でいいでしょうよ、全部破壊しちゃえば文句ねえだろう。あ、ごめんパーク、ごめん、めっちゃごめんパーク。イラク軍は航空優勢を喪失する。クソ受けるわ今。あ、これ3つとも壊さないとヘリはなんねえのかな。じゃあいいよ。オアシスだってよ、次の拠点は。そこの2人なんかもうまとめてやっちゃいたいね。タンマヒナファンマ。デルタ、オアシスへようこそ。俺は崖の上の木立にいる。さあ、刺す要員よ。俺たちに情報をくれや。お前、バイクで移動してたんか。かっこええな。俺たちが戦っている相手を見せてやるよ。あ、しかもサプレッサー付きのスナイパーライフルくれるんか。敵の数、まあまあありますね。しかも孤立してるやつが少ない。いいぞ。一つ。二つ。あ、三つねー。これ敵の影さ、マジ丸い目なの、クソありがたいね。めっちゃ楽だわ。こっちも警備が強化されてる。ほう？どっちっすか？ あっちなんだ。ちょ、トイレ。ここの道中のやつら、これスルーしても、ありだな。いいな、ここのやつらスルーしよっか。警戒されてしまう。なんかこれすごいね。敵を狙った時にさ、そいつを撃つのがいいのか悪いのかをさ、キャラクターがボイスで教えてくれるんだよね。けど、基本的にもうここぐらい入ってくるとさ、多分どいつも撃っちゃいけないから、一向に撃てる、なんか撃つ準備の OK をくれるやつはいない。こいつも武器透明だわ。いやもうこれさ、これでよくね？いいよね、もうこれで。ターゲットロック。わざわざ航空支援もらってるならさ、もうそれでいいじゃないの。はい、よっこいしょ。カメラなんか持っちゃって。やつらは怒るだろうな。行くぞ。僕帰るってことですか？拠点でグラドリーと話せ。帰らなきゃならねえけど。あ、戦闘中だ。警戒態勢入ってるよってことか。いって、ミニガン持ち。ミニガン持ちめんどくさいね。さすがにめんどくさいよ。いってえな、おいおい。ミニガン持ち近くね。ほいほい、近いな近いな、さすがに近いな。ミニガン持ちにはよ、こういう、じゃじゃ邪魔だよお前、こういうのでどうだ。よく確認して。え、よく確認してて敵でしょ。あ、なんだこいつ。オッケー、殲滅したから拠点にファーストトラベルできますぜ。さあ、三つとも全部壊してあげましたよ。スクワットを仕留めた。それじゃ宮殿に向かう準備をするといい。部下にも言っておく。協力感謝しようじゃねえか。投入する。いいな。全戦力やるぞ。あ、武器持ち帰っとけばよかったかな。え、お前ら今 XM4 持ってたよね。俺にも XM4 くれよ。おお、喪失撃って感じだね。いいね、こんな豪勢な車までもらっちゃって。戦闘機早っ。ジャッカル2、俺たちは迅速に宮殿に入り速やかに脱出する。用が済んだら跡形もなく吹き飛ばすぞ。ラージャー、ジャッカル1、お茶の時間までには終わらせる。どうせ飲めたもんじゃない。
まあ、ちゃちゃっと入って状況証拠つか、なんか必要なデータだけもらってちゃちゃっと逃げて、あとから航空でボーンってことでしょ。そいつはありがたい。それじゃあ取り掛かろうか。もう着くぞ。文字通りさら地にしちゃうんでしょ君たちは。いや俺たち逃げ遅れたら一緒にさら地にされちゃうよって話でしょ。油断するなよ、敵が待ち構えてる。この状況で油断するやつがおるかよお前。ちょ、エグすぎ、エグすぎ、ブレがエグすぎて攻撃とかできたもんじゃありませんから。なんでこんな目の前に降ろすの。降ろす場所最悪すぎ。ゴミかすかよ。運転手舐めてんなおい。スナイパーがいるらしいよ。スナイパーがいるとか言われてもさ、敵の位置わかりませんから。マジ今降ろされた場所ゴミかすすぎなんだけど。上かパチ。あ、あっちもか。違ったわ、ただのライトでした。スナイパーのスコープだーと思ったらただのライトだったの。草だな。敵もまあまあ頑丈に守りを固めておるって感じっすか。オッケー。あ、中央進むって言われてたのに俺堂々と横から入ってきちゃった。いった。は味方か。あ、俺撃ったの誰だよ。じゃあ俺を撃ったのどこのドイツですかこの野郎。フラグが行きますよ。あっ、ちょっと、あぶねえ、あぶねえ、行きますよ。あ、え、今う、う、うん、下から撃ってきてんのか。そしてフラグが全然当たってね。おい、ペペペペペペ。宮殿下がっていくぞ。好都合じゃない。前線上げれて俺たち中にさえ入ればバカ野郎。中に入りさえすれば俺たちのなんかミッションはクリアも同然みたいなところあるからさ。ごめんよパーク、俺の前に撃たれ立たれるとよ、俺問答無用で撃っちまうからよ。あんまり立たないでくれや。オッケー、痛い。全然オッケーじゃないね。地味に敵が体力硬い気がするんだけど、なんか AK のキルタイムの感覚をまだかってえのがおるな。ほい、5番かヘルストームで今の体力たっけえやつをポーンと殺したいね。数少ないな。ヘルストーム使うのなんかもったいない気もするか。もったいないとか言ってる場合じゃないでしょう。いきますよ。突っ込め突っ込めとか言われて俺たちを殺す気か。ブワー、ちょ待て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 、動けない動けない動けない。んーだこいつは。ちょ待て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 、舐めやがってバカが。クリア。全然クリアじゃねえよ。なんだよこいつら。どこに行くの。ここだよね。うん、ここだよね。いや今のトラップびっくりしたぜ。お、めっちゃフラグくれるんじゃん。危ない。目見にくワンダー。お前らいい保護色使ってますね。ちょっと待って、プレート。あ、いつの間にかプレート3枚も手に入ってる。おい誰か開けてここ。おい押せよマーシャル、急げや。なんだよ、メガネがねえからコンピューターの画面見えねえんですかこの野郎。あ、俺がなんかしないといけないこれ。え、違うよね。探索エリアとは抱えているか。連中は随分慎重だな。開いたみたいだぜ。捜索エリア終わりかい。終わったね。あら、これは何。$260、いいね。議員たちのパーティーよりも豪勢じゃねえか。たまげたな。サダムは地下に何百万と溜め込んで。また捜索エリア。トイレも高そうだ。金ピカのトイレ。破壊兵器の方が大事だ。この地下だ。え、ってか捜索エリアとか言っときながら特に捜索できるもんなし。$260があるだけ。おーいい。なんすか、な、え、なにこれ。怖っ。クリア。え、なにこれ。ここで何があったんだ。拷問でもしとったんか。アラウィが言っていた検証だろう。そっちのハードケースは調べてみろ。開けますよ。ああ。
何これ、ウイルス、化学兵器弾道ミサイルってこと。クレードル、パンテオンは生物兵器を持ってやがった。あらららら、サダムにも手渡したと。これゾンビの元ってことでしょ。ここの状況から察するに、それはなんだ。ディスクとロシア語のメモだ。マトベイグセフ。知ってるのか。名前だけはな。グセフはソビエトの生物兵器プログラム、バイオプレパラートの科学者だった。CIA の記録ではロシアから逃げて姿を消した。グセフがパンテオンにソビエトの生物兵器を。いや、このクレードルは別の場所から来たものだ。俺がよく知っている研究施設からな。アメリカ製だ。ほう、アメリカだと。はい、要件訪問はそこまでだ。こっちを手伝ってくれ。グラドリーさ、え、行くぞ。グラドリーが困ってる。みんな恩を返す時やで。いや、だが必要なものはあった。グラドニーに恩を返す時が来たんやで。宮殿の屋上に向かいだったよ。早く回収してくんだけ僕たち死んじまうって、そういうことだよね。え、どこ、屋上ってどこ。上に RPG 言ってる場合か。お前先に言う前にやるんだよ。お前がすでにやるんだよ。報告した時にはすでに終わってんだよ。そういう部下であれ。ごめん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 、めっちゃマーシャルのドタマぶち抜いたわ。ロープ、ロープどこ、ロープどこ、え、ロープどこっすか皆さん。あ、ここっすか。わかりにくいっすよ兄貴。え、屋上クリアじゃねえのかよ。屋上全然クリアじゃない。 OK、 クリアっすか。クリアっすね。あ、生きてたんかそいつ。これは弾薬補充、めちゃくちゃ弾薬補充させてくれますやん。あ、おいおいおい、ロケランねえのか。ロケラン、ロケランはねえのか。さあどこっすか、ヘリどこっすか。あ、いや爆撃用じゃなくて俺にヘリで撃たせろや。爆撃よりもロケランでしょうよ。痛い、二つとも落としたよ。あとはこいつらか。集まれ。ふっ、南、南ってどっちっすか。え、なんでコンパス消えてんの。お、またイラク軍か。おら、ジャストミートだろうかよ。素晴らしいジャストミート。回収遅くない。俺たちの航空支援まだ仕事できないの。あっぶねえな、撃っとくか。あと 500m だってよ。え、また敵のヘリ来たの。これ当たるかな。当たるよ、当たるよ、当てれるよ。おれい。え、スルーした。スルーされた今。俺の、え、つか当たる、え、なんかヘリに攻撃判定ついてなくない。これヘリにヒットボックスがないんですけど、どういうことだ。もうロケラン置いてないのかな。あの1個しかなかったのか。ロケランを回収して弾薬補充するしかねえのか。ロケランがねえよー。あ、なんか硬いやつおるやん。硬いやつがおるからフラグでっぽいと。あ、ちょっと待って、アーマーさしてよろしいかしら。よっこいしょよっこいしょ。空域クリアしたってよ。あっぶねえ、あいつらロケラン撃ってきてやがる。人に向かってロケラン振るなんてありえねえよ。ロケランここにもあるやんけ。これは味方のヘリで、ね、あいつらには嫌がらせしたろ。え、外れた、俺のロケラン外れたの今。ちょっと待って、ちょっと待って、最後にさ、やり返してやんないと、あいって、やり返してやんなきゃ気が済まねえよな、ブワカ野郎。迷ったら引き金を引け。引こうとしたんだよ。おら、いたあいつら角度がえぐい。おら、あれは味方のヘリ、敵のヘリか。よっこいしょい。あ、外したわ。なんでこれ誘導してくんないんだろうな。誘導してくれてもいいよな、ちょっとぐらいよ。あー、やべ、もう敵降りてるわ。
ちょっと敵降りちゃったけど、まあいいでしょう。十分でしょう。仕事は果たした。で、俺たちは、怖い周期まだすか。敵マジでやってることえげつないんだけど。人一人に対してロケラの弾とかよ。コスパ悪すぎるでしょうがよ。一体いくらすると思ってんのあんたら。ただじゃないのよ、ロケランの弾だって。こっち側消えた？残り向こうだけ？あ、帰ってきたわ。帰ってきた？お迎えが来たわ。どこどこどこ？来た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 。さあ、帰ろうみんな。もうお家に帰る時間だよ。おい、着陸遅いな、お前。急げや。でも大丈夫、敵ロケラン持ちましたけど、これ撃墜されないっすか。眺めを楽しんで。楽しむ余裕あるかお前。スパイ映画さながらだな。いつからそんなセリフを。また会えてよかった。奇遇じゃない、珍しく同じ意見よ。仲よお前ら。アドラなんでそんな人気者なの。パンテオンは生物兵器を持ってる。非常に危ないね。見つけた書類には名前が書いてあった。マトベイ・グセフ、ソビエトの兵器。ソビエトの兵器科学者。奴はまだイラクにいる。どこかにな。アドラーは残って奴を追跡するつもりだ。俺たちがクレードルの出所を調べている間に、フェリックスにはディスクを調べさせておく。アドラーが正しければ、これはアメリカ国内の研究施設に由来するものだろう。おえ。ソビエトの科学者とアメリカの生物兵器か。非常にきな臭くなってきましたよ。